シャルル・ボネ症候群、または解放性原子とは、心理物理学的な視覚障害の一種であり、著しい視力低下をした人が経験する複雑原子である。1760年にシャルル・ボネによって初めて記録され、シャルル・ボネ症候群という用語は、1982年に初めて英語圏の精神医学に導入された。視覚入力がない場合に起こる関連するタイプの原子として、併願原子がある。著しい視力低下のある人は、鮮明な反復原子を起こすことがある。この原子の特徴の一つとして、不思議の国のアリス症候群がある。原子は、その内容によって、単純原子と複雑原子に分類される。単純原子は、一般的に図形や、光、格子状の模様が見えるのが特徴である。一方、複雑原子は、人や物などの非常に詳細な表現で構成される。最も一般的な原子は顔や漫画の原子である。患者はその原子が現実のものではないことを認識している。この幻覚は視覚のみであり、聴覚、嗅覚、味覚などの他の感覚には発生しない。幻覚は通常目を開けている時に現れ、視線が移動すると消えてゆく。CBS の発生には感覚遮断が関与していると広く主張されている。活動していない時に幻覚が現れやすくなる。CBS を患っている人の大多数は、原子の持続時間は数分で1日または1週間に何度も繰り返すと説明している。CBS は全ての年齢層で影響を受ける可能性があるが、主に影響を受けているのは70から80歳の年齢層である。視力が著しく低下した高齢者では、シャルル・ボネ症候群の有病率は 10% から 40% と報告されている。2008年のオーストラリアの研究では、有病率は 17.5% と報告されている。しかし、アジアの2つの研究では、有病率はかなり低いと報告されている。この障害については、過少報告が多いことが、正確な有病率を決定する上で最大の障害となっている。過少報告は、精神異常というレッテルを貼られることを恐れて、症状について話すことを恐れているために起こると考えられている。人の神経系の解剖図、CBS の定義については、一般的なコンセンサスはない。CBS と相関する主要な因子は、視力の低下、視野喪失、高齢である。原子の特徴は、眼球損傷の解剖学的部位と特に、関連しているわけではないが、通常は視力低下の部位と一致している。CBS の最も一般的に受け入れられている理論は、極度の視覚障害が知覚の急進度遮断を促進し、脱抑制を引き起こし、その結果、視覚皮質領域の突然の神経発火を引き起こすというものである。いくつかの研究では、原子は盲目領域に集中している。可能性が高いことが報告されている。CBS 患者のフメリーでは、原子と腹側後頭葉の活動との関係が示されている。加齢黄斑変性と有色原子との関連が提示されている。色覚信号は、外側室状態の防細胞層を通過し、後に背側皮質視覚路の色領域に伝達される。黄斑部に位置する錐体視細胞の損傷により、視覚連合野への視覚入力が著しく減少し、色領域の内因性活性化を刺激し、結果として色の減子を引き起こす。黄斑変性症と同時に CBS を有する患者では、視覚連合野の色領域の活動性が更新していることがフメリーで示されている。重度の目疾患を有していても、視力を維持している人は CBS の影響を受けやすいと考えられる。ディープボルツマンマシンは、ニューラルフレームワークの中で無方向の確率的プロセスを利用する方法である。研究者は、DBM が大脳皮質の学習、知覚、視覚野の特徴をモデル化する能力を持っていると主張している。また、神経細胞の活動を安定化させるために、大脳皮質の恒常性操作が果たす役割についても、説得力のある証拠が詳細に示されている。DBM を用いて、感覚入力がない場合に、ニューロンの興奮性が影響を受け、複雑原子を引き起こす可能性があることを研究者らは示している。アセチルコリン経路情報のフィードフォワードとフィードバックの流れのレベルの短期的な変化は原子の発生に強く影響することがある。眠気のある時には CBS に関連した原子が発生しやすくなる。視力が失われた後の皮質の恒常性プロセスを破壊することで原子の出現を防ぐことができる可能性がある。アセチルコリンは視床入力と皮質内入力のバランスやボトムアップとトップダウンのバランスに影響を与える可能性がある。特に CBS では皮質部位でのアセチルコリンの不足が原子の発症に対応している。また、メチルアルコール中毒による両側性視神経障害の後に発症することもある。CBS の診断には、検眼学、眼科学、老年医学、精神医学、神経学などの様々な分野が関与している。すべての臨床医が CBS を認知しているわけではないため、しばしば誤診され、精神病、潜望、認知症と診断されることがある。その結果、CBS 患者の 60% 近くが医師への告知を躊躇していると推定されている。原子の種類に焦点を当てることで、正確な診断が可能になる。患者が CBS を示す症状を呈している場合には、生化学検査パネルや血球数検査などの基本的な検査や脳機能イメージングが正確な診断の助けになるかもしれない。CBS に対する有効性が証明された治療法はない。CBS を経験している人にとって自分が精神疾患なのではなく、その症状が CBS であるということを知ることは、原子に対処する能力を向上させることができるため、これまでのところ、最も患者を安心させる治療法である。原子の初期症状から時間が経つにつれて、CBS 患者の約 60% は、原子が生活に影響を与えないと感じ、33% は生活に支障をきたすと感じ、7% は原子に喜びを感じるようになる研究結果が出ている。CBS に罹患している人の大部分は視力が低下し始めると原子を発症し、視力が完全に消失すると原子が止まる。第一の視力低下が初期皮質野の損傷によるものであれば、複雑原子が時間の経過とともに進行することがある。すでに CBS の症状が出ている時に、初期皮質野の活性化を抑制すると、原子が一時的に止まることがある。また、目を閉じたり、瞬きをしたりして、短時間だけ視力を遮断することが有効な場合がある。ストレスを感じる出来事が、原子体験や CBS の感情体験の性質を変化させる可能性がある。患者によっては、CBS と急性ストレス障害や、心的外傷後ストレス障害との間に、相互作用が存在する場合もある。CBS においてトラウマが果たす役割は原子エピソードがいつ、どのように誘発されるかに影響する。CBS を初めて記録したシャルル・ボネ CBS は1760年にジュネーブの博物学者シャルル・ボネによって最初に発見された。ボネは両目の白内障でほぼ失明していた89歳の祖父にこの症状が起きたことを報告している。ボネの祖父が両目白内障の手術を受けた後、彼の視力はわずかに回復したものの、時間の経過とともに完全に悪化していった。彼の幻視が始まったのはこの頃だった。彼の幻視は男性、女性、鳥、馬車、建物、タペストリー、物理的に不可能な状況、足場のパターンなどだった。彼の健康状態は良好で、精神疾患もなく、原子の原因は不明のままだった。40歳になったシャルル・ボネ自身も原因不明の重度の視力低下に悩まされていた。1967年、スイスの神経学者ジョルジュ・ド・モルシエが最初の報告者であるボネにちなんで、シャルル・ボネ症候群という用語を造語した。ド・モルシエの CBS の記述は、通常、典型的な認知能力を持つ高齢者に発生する。集中的な神経変性を示唆している。1936年、神経精神科医のジーン・デルミットとフリアン・デ・アフリアグレラは、原子は視床病変と目病理からなると結論付けた。この定義は、原子には目病理は関与していないと考えていたド・モルシエの定義と矛盾している。精神医学の文献では、CBS の最も一般的に受け入れられている解釈は、ゴールドとレイブンスの解釈である。1989年、彼らは CBS に関連した原子は、他の感覚モダリティに影響を与えていないと詳細に述べている。彼らは、原子はしばしばステレオタイプ的で、持続性があり、反復性があると考えている。CBS は以下のもので取り上げられている。ありがとうございます。